建前の後にのデモ発表を行います。皆さんはブログを書くときに、あの人が見てるから本音を書きにくいと思ったことありませんか？そこで私は、みんなに見せたくないことを全角と半角スペースで隠し、みんなに見せていいものと一緒に書くことができるというシステムを作りました。こちらをご覧ください。こちらはミクシーの日記の画面です。ここのコメントの画面は皆さんが見えているものです。で、ここのところに空白が隠れています。で、このシステムは Chrome の拡張機能として作っているので、拡張機能をオンにすると、自分にだけ見たい本音が見ることができます。もしこの本音を他の人に見せたいときは、FTP サーバーにアップロードすることで共有することが可能です。